網は、南高オズナシン南高アコウ、ロエビク木網メマイジダに属する小型甲殻類。講義には、ロフォガスターメラーフェガストリダをも含む。体は、頭胸部、腹部、尾部に分かれる。頭部には発達した二体の触角と、可動の柄の先についた目を持つ。また、尾部の先端は線状に発達し、全体としてエビ類に酷似した外見であるが、 アキアミのような小型のエビ類やオキアミとは、分類学上異なるグループに属する。一般には、イサザ、イサダとも呼ばれる。ただし、この呼び名も、例えばツノナシオキアミのようなオキアミ類などに使われる、場合があるので注意を要する。体長は、最小種で2ミリメートル程度、最大種であるロフォガスターメのオーベニアミグニソファウジア、エンジョンズでは35センチメートルを超える。 一般には 5mm 程度から 30mm 前後までの小型の種がほとんどである。エビ類と異なり、胸肢の先がハサミ状にならない。肺甲は胸部前体を覆うが、肺側との融合は第三、胸節までである。メスは腹部に育毛を持つ。また、網目では、おしの石に一体の平行方と呼ばれる球状の器官を持つことで、 他のグループと容易に識別できる。ロフォガスター目では平行方を書く。大部分が解散で、網目の一部が寄水域や故障にも生息し、イサザーミネオマシスインターミディアのように、かなり塩分の低い環境にも適応した種や、順端水産の種も存在する。ただし故障への出現は、海跡湖に限られる。網目全体として見た場合の分布は、 赤道から極地までの広い範囲に及ぶが、個々の種については、極めて分布域の狭いものも見られる。ロフォガスター目は、中層有泳性で、大部分の種が200メートル以上の深い海に生息する。アミメのレピドミシスカおよびスティギオミシスカは、海底の洞窟などを生息場所とし、ペタロフタルムスカは、深海性である。以上のグループは、 一般の目に触れる機会は少ない。アミカに属する種は深海性のボレオミシス赤を除いて、ほとんどが沿岸の浅い海に生息し、奇水域や海やとこにも広く分布する。このため人の目に触れる機会が多く、一般に、アミといえばこの仲間を指す。大部分の種は海底付近を生息場所とするベントスであるが、そこを離れて、 かなり活発な遊泳も行う種が多く、金底層プランクトンという扱いを受けることもある。ただしその場合も、通常は、底質と何らかの関わりを持つ。海底との関係は種によって異なり、砂底の表面に止まる種、海藻上に付着する種、波打ち材で砂に潜る種など様々なタイプが存在する。比較的研究が進んでいるアミカでは、植物プランクトンや、 大型の海生植物の表面に付着する珪藻、有機物が分解してできたデトリタスなどを利用する種が多い。このか、ゾウリムシなどの原生動物やワムシ類、陸上から流入する植物の花粉なども餌となる。私有遺体である。アミア木では、妖精は、メスの育毛の中で親とほぼ同じ姿になるまで、成長してから環境中に放出される。 これにちなんで、英語では、アミのことを、オポッサムシュリンプオポッサムシュリンプとも呼ぶ。一度に生まれる、子供の数は、甲殻類としては少ない方で、例えば、霞ヶ浦のイサザアミでは50個タイミマンという、調査結果がある。親は繁殖後もそのまま生き残り、生涯に数回にわたって、繁殖を行う。アミカの種は、砂浜や藻場、干潟などに、 非常な高密度で分布することがあり、生態系の中で大きな役割を果たす。魚類や鳥類などの餌としても重要で、例えば、地魚機のヒラメは網を主な餌としており、環境中の網の量によって成長が異なることが知られている。沿岸旋回の食物連鎖においては、生殖連鎖では、植物プランクトンなど生産者の光合成のエネルギーを より上位の消費者に渡す役割を果たす。また腐食連鎖では、故死した海藻や大型藻類、陸地から流入する有機物などに由来するデトリタスのエネルギーを食物連鎖の中に取り込む役割を果たす。かつては外部形態の共通点から、オキアミともに列脚類スカザッパだというグループに入れられていた。しかし現在では、この分類法は、 誤りとされ、同じ袋エビ上目に属する横エビ類やクウマメ、ワラジムシメなどが禁煙となる。アミメは現在までに全世界でおよそ1 0 0種が知られ、そのうち200種ほどが日本周辺に生息すると言われる。ただし、今後さらに新種が発見されることにより、種数が大きく増える、可能性が高い。アミメの赤までの分類は以下の通り、 引き網などで漁獲されるが、全体的に漁業としての規模は小さい。日本では主に、三陸沖で早春に行われる、角梨沖や未良や霞ヶ浦での伊佐沢網漁業が有名。この他、ありあ海やアっけし湖、のトロコなどでも漁獲される。利用上、秋網のような小型のエビ類や沖網と区別されない場合がある。大塚治む、小前とも三、広角アモン。 接足動物の多様性と、系統、石川良介編、岩月国を、間渡り俊介監修、消火棒、2008年、172から268ページ。ありがとうございます。